はい、皆さんはじめまして、さやここと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さやここと申します。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今回ですね、カットする、ケーキは、豆腐の、ココナッツチョコタルトでございます。こちらは、ちょっと体に優しい、まあ、ケーキですね。はい、こちらを、カットしながら彼の話を、申し訳ございませんがさせていただきたいと思います。はい、本題はですね、フランス人の、はい、彼の話でございます。すごく大した話ではないかもしれませんが、お付き合いいただければ、ありがたいです。はい、私は、付き合って、4年以上になるんでしょうか。はい、そうですね、4年以上になります。今はコロナでですとかで私も会いに行くことができず、まあ、2年ぐらい今遠距離でございまして、はい、で強化したズームをやります。はい、ズームで会話したりとかもしております。で、基本的に毎日 LINE で挨拶して、今日は何するとか、まあ、時差がありますのであんまり頻繁には会話しませんが、まあ、基本毎日挨拶程度はしています。はい、で皆さんに本当に付き合ってるのって言われることもあるんですけども、付き合っております。はいはい、そうですね、付き合っています。まあでもまあ一緒にいてですね、すごく楽しい人でございまして、まあ、年下なんですけども、はい、すごく楽しい人で、であと、結局一方的に切れるのは私でございまして、向こうはすごく冷静な対応をしてきます。なんか自分より彼の方が日本人じゃないかという心の持ち主かもしれません。はい、とても冷静に対応してくれ来ます。はい、
せていただいております、はい。はい、ではこれから食べていきたいと思いますが、はい、こんな感じでケーキ出来上がりました。はい、下がグラノーラで上が、豆腐とココナッツのチョコケーキでございます。はい、今日も良い休日になりそうです。はい、こちらを食べて休日を満喫したいと思いますが、で一つ、言い忘れていたことがありますけども、言葉はどうしてるのか、フランス人の彼と言葉はどうしてるのかっていうところですけども、まあ実は私は、フランス語は日常会話ほどしか喋れません。で彼は日本語喋れません。英語は喋れます。で私英語喋れません。じゃあどういうふうにコミュニケーション取ってるんだろうっていうことになるんですけども、結論ですね、なんとかなっております。Google 翻訳も使いながらですね、お互いの顔を見てですね、コミュニケーションを取れております。まあ不思議ですよね。すごい不思議ですよね。一応取れております。たまにこうすれ違うこともありますね。結構なすれ違いも、すいません、ちょっと今笑ってしまいましたが、結構なすれ違いもある時はあります。はい、ただ彼あまり怒らないので、結局、切れているのは私だけという、はいはい。でもなんだかんだ、コミュニケーションは取れるものでして、はい、不思議なんですけども、はい、そういうふうに過ごしております。はい、また何かありましたら、またお話しさせていただければなと思います。で例えば本当に、フランスとかでまた会えるんで、そうですね、彼はなんかポルトガルに行くとか言ってたので、はい、まあ会えると思うんですよね。なのでそこはあまり焦っておりません。はい、ではまたこういった話ができれば嬉しいなと思いますので、皆さん良い休日を本当にお過ごしくださいませ。今日もですね、ご視聴していただきまして、誠にありがとうございます。はい、失礼いたします。